先日ね、まあ、僕を狂人のように扱った文藝春秋の記事、あれを見てですね、ヤフーコメ民の人とか、まあ、SNS の反応とか見てるんだけども、まあ、おかしなこと言う人がいるんです。その鳥取ループ宮部はね、もうちょっとこう真っ当な方法でちゃんと言いたいことをね、意見を申し立てたらいいんじゃないかっていうふうに言ってるんだけども、それってね、よくテレビのコメンテーターで、なんかこういうことは許されませんとかね、何らかの法整備が必要だ、何らかの対策が必要だっていうね、まあそういう無責任な感想と同じなんですよ。何をじゃあ意見申し立てるんですかっていうところなんですよね。ちょっとね、問題をまとめていますよ。僕は2015年から部落探訪してると。で、その後全国部落調査出版しようとしたら、それを差し止められたっていう経緯があって、じゃあ僕はね、まあ、国なり世の中にね、じゃあ何を申し立てるんですか。そのじゃあ例えばその部落探訪を認める法律とかね、全国部落調査の出版を認める法律とか、なんかそういう法整備をさせろっていうことなんでしょうかね。まずね、部落探訪については、まあ、別に普通に YouTube に載っけてるし、何も規制なんかないし、で全国部落調査の差し止めについても、あれも無理筋なんです、はっきり言って。だってそんな禁止する法律なんてないし、で2016年以降部落差別解消推進法作られたけども、その中にも別に出版禁止なんてこと法律で定められてないわけで、何にも規制もないわけですよ。だから何にもないところで、ね、何にもないのに法務省が出てきたりとかで、まあ、国だとか国会で騒いだりだとかで、解放同盟が訴えて、で裁判所が無理筋で差し止めをしてっていう、まあ、そういう流れであって、何にもないわけです、はっきり言って。僕としてね、やるっていうことっていうのは、ただまあ淡々と部落探訪をやるだけのことで、でいや、意見を申し立てる、まあ、僕のやってることは真っ当でないっていう、まあ、そういう前提があるんだと思うけども、じゃあちょっと考えてみてくださいよ。今世の中で話題になってること、もう統一教会の話で持ちきりなんだけども、じゃああれってきっかけ何でした？元首相をパイプガンで撃ち殺しましたよね。それをきっかけに世の中が動いてるわけですよね。じゃあそれで、じゃあ山上さんに対してもっとまともな方法で訴えればよかったのになんて言ってる人いないですよね。だって安倍さん殺さなければ絶対これ統一教会の話話題にならなかったと思いますよ。で今沖縄の座り込みなんかね、辺野古の座り込みなんかで、まあ、車両の通行妨害なんかしてるんが話題になってるけども、あれは真っ当な方法なんですか？捕まってる人いるでしょ。で、かたや僕はですよ、僕は別に何も法律に違反してないわけです。少なくとも刑法の違反してないから、僕警察に捕まったこと一度もないです。で、裁判に関しても、まあ、実際実害が出たとかね、じゃあ確たる法律の違反っていうわけでもないんですよね。一応民法上の不法行為とは言われてるけども、別に明文化された法律があるわけでもないし、でプライバシー侵害とか言われてるけども、もうギリギリのね、もう本当無理な判決を出してるわけです。だからコンプライアンスっていう点では、僕その統一教会だの沖縄なんかの問題と比べれば、僕やってることもう相当ホワイトですよ。コンプライアンス重視ですよ。僕暴力的な手段何にも使ってない。本当にただ言論で訴えてるだけなんで、じゃあ僕はまともな手段って何なんですか？じゃあ僕はなんかこうパイプガンでね、解放同盟のトップとか撃ち殺したらどう思います？まともじゃないでしょ。でも今じゃあ世の中でやってる統一教会の追及何なんですかっていうことなんです。だから皆さんちょっとね、もっと深い資料が必要なんじゃないですか。もっとこう物事の本質についてね、確かにね、そのテロ行為というかね、世の中を怖がらせるようなそういう行為をすれば世の中が動くっていうのは、これ残念ながら真理なんです。でもうデモとかストライキにしてもね、あれだって普通だったらその不法行為ですよ。あんなものは通行妨害だったりだとか、サボタージュっていうのも、まあ、会社でやったらもう背任だとかね、器物破損とかそういうことになるんだけども、一応その労働運動とかね、まあ、民主主義の表現の自由っていうのが憲法で認められてるから、免責されてるっていう面があるんですよね。で、かたや僕に関しては別に刑法の違反もしてないんですよね。で、何にもないんです、僕を取り締まるような法律なんか。
で何にもない中で僕はそのいろいろ妨害をされてるっていう状況があるわけで、じゃあ僕は何かしら世の中にね、いや何かを認めてほしいとか何か制度を作ってほしいっていうことは全然ないんですよ、うん、何もないんだから何もやるなって僕は言ってるだけであって、別に何かしてほしいっていうふうに僕は訴える理由なんて何もないんですよね、うん、だからその真っ当な方法でって言うんだったら僕その解放同盟とか法務省に行った方がいいんじゃないですか。なんで法的根拠もないのになんか意地でもねその国民の自由権を束縛するようなことをしてるんだっていうふうにそのなんかやたら必死になってね、本当どうしようもないことに税金を使ってる法務局なんかに言うべきであって、僕はやることなんて何もないわけです、はっきし言ってね。だからそのいや真っ当な手段で訴えればいいのにって、じゃあこれ以上何すりゃいいんですかね。僕全く非暴力な方法でやってるんですけど、でまあ例えばこう議会への請願とか、うん、いやだけどブラック探訪を認めるようになんか議会に請願するっていうのもなんかおかしな話ですしね、別に禁止されてるわけじゃないのにそれをなんか議会が認めるっていうような性質のもんでないからものでもないから、じゃあ僕は何が国会なりなんか地方の議会なんかに言うこともないんですよ、はっきしってね。でじゃあ例えば同和行政の不正なんかにしても、うん、僕真っ当な手段で訴えてますよね。ちゃんとその不正というものをついてそのね事実を明らかにしてこの動画なり記事なりで書いてるわけで、僕何も暴力的な手段も何も使ってないですよ。で在特会みたいになんか押しかけて罵声浴びせたりって浴びせたりって僕全然やってないですからね、うん、だから何なんだろうね真っ当な手段って。僕のやってることがこれ以上真っ当な手段ありますかと。じゃあ過去に振り返ってみるとね、例えば地方議会で同和行政の不正なんかをね追及した人なんかがなんか謎の焼身自殺を遂げてたりとかですね、でなんか同和施設に関してこれおかしいんじゃないかって言ったらもう部落の地名出したなとか言って懲戒食らったりとか、そんなんなんですよ、うん、そっちの方が僕おかしいと思うし、まああの例えばその裁判にしてもね、僕は本当にちゃんと書面の提出期限なんかを守ってるし、もう法廷でも静かにしてるしね、不規則発言もしないし、僕はちゃんと時間守ってやってるんだけども、まあ、過去のあの狭山事件なんかの裁判なんか、まあ、解放同盟じゃないけど、まあそのね、救援団体なんかの関係する人が、あの判事バットで襲撃したんですよ、あの裁判官をバットで襲撃。うん、で同盟休校って言ってね子供巻き込んでやったりするし、あっちの方ははるかに真っ当じゃない手段だと思うんだけども、皆さんどう思います？いや僕にこう真っ当な手段で訴えてほしいって言うけど、僕のやる真っ当な手段って何ですか？僕ちょっと思い浮かばないです。僕はやる真っ当な手段っていうのちょっと教えてほしいですね、具体的に何をすればいいのかっていうのが、うん、ということで、まあ、こういう意見が出てくるっていうのもやっぱね学校教育があると思う。このちゃんとその民主主義何なのかっていう、なんか LGBT だのね、なんかそのなんかあの SDGs だのね、そういうことはね、そういうなんかカジュアルというかそういうことに関してはなんかね盛り上がってるけど、その憲法が定めてるもうその伝統的な基本的人権っていうものについてちゃんと学校で教えてないんじゃないかな。で社会運動っていうものがどういうものかっていうのもちゃんと教えてないから、こういうトンチンカンな意見が出てくるんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよね。ちょっと皆さんね、もうちょっと公平に深く世の中を見てください、うん、というふうに思います。ということで今日はねちょっといろいろ言われてることについて思うことがあったのでお話しいたしました。